はい、ということで今回は2024年春アニメの、ま、CG版のね、ティア表を作っていきたいなと思います。で、まあ、下りから、同じランク帯でも、左から、まあ、いい順位ということで、まあ、実質、まあ、ランキングも、付け入れるからって感じで、まあ、ランキング兼ティア表ということになりますと。で、まあ、今から大体考えていくんで、まあ、喋りながら、まあまあ、ついていただけたらなと思いますので、ということです。で、まあ、大体、ざっくりとね、自分の中のランキングを入れていきたいな、と思うんでは、もう最初はざっくりいきますと。これなんだ？ダンジョン飯か。はい。まあ、絶対ね、ワウィーですけど、ガルキラはもう一番とさせてください。いい、ガルキラはね、もう一番とさせてくださいと。いいところで、まあ、ガルチラが一番。もうね、動画もね、出してるんですけど、ガールズバンドクライグは、まあ、やっぱり、面白いっていうことなんですよね。だからな、それが、プチワンと。ワニバーは自己代理人かな。やっぱりね、まあ、そんな感じですよね。わあ、なんだかんだちっちゃく D が多いような気がしてきますよね。なんか、ちっちゃく、こう見てみると、D が多そうだなぁという気はしてきますけど、あほね、ちなみに、ハイスピは E ランクとさせてください。個人的に好きなので。だからまあ、ハイスピは、四天王マップに入ると。いうことで、まあ、入れさせてもらいますと。まあ、こっからで大体微調整入っていくかなって感じです。まあ、どうですかね、ちっちゃぴのところだ。見てると5時4先かな。はい。1位が、ガールズバンドくらいで、まあ、決定ですと。自己代理人が、まあ、第2位ね。で、まあ、無職転生が、まあ、最大位と迷うんですけど、まあ、個人的な気持ちで言うと、まあ、ハイスピをね、3位に置きたいと。自己代理人はね、一気ほどのね、なんか、なんていうかね、エピソード広がりがないっていうのはちょっともったいないなーっていう気がしますね。で、まあ、あとハイスピは、キャラ萌えプラス、今までね、日常会をその像をやってきたのが生きてるなーって感じで、まあ、良いと。いうことで、いいっすと。で、あとまあ、個人的にお勧めしたいのは、第七王子とかランジーさん、バーさんを伺える。まあ、こういうのね、面白いんですよね。だからまあ、虫をあげてもいいかなというところで、まあ、無職にはさすがに勝てないと。無職転生はこれから多分、甲子園俺、なんだっけ、親っていうやつは、パウルが多分ね、活躍する回があると思うんですけど、まあ、そこでまた、勝負が変わるかな、っていうところで、まあ、A ランクにしていますと。で、ヨイクラもちょっと良かったんですけど、まあ、ちょっとね、夜の扱いがちょっと微妙かなという気持ちで、まあ、下げてもいいぐらいなんだけど、まあ、でも A でいいかな。で、鑑定スキルもまあ面白いと。なんで逃げとこ、まあ、どこ入ってんな。はい、逃げたここ。読んで、まあ、あとなんだろうな、特筆すべき点。な、臨界とかね、結構面白いですよ、臨界ね。臨界、アヘンスラーは B の一番か、まあ A でもいいぐらい。アヘンスラーも面白いですよね、本当にね、なんか、どちらかって量に見えて上手にできてるけど。シンカリオンもちょっとね、上に上げたいんだけど、最近のね、アバターをなんか男にしてたとかいうエピソードはちょっと微妙だったので、クズリュウ君とかね、まあ、そういうエピソードがいいんだけど、ちょっと最近のエピソード良くなかったんで、ちょっと下げてますと。バーテンダーも面白いけど、ちょっとなんかバーテンダー語りがちょっとくどい感じはありますよね。
で、まあ、実際、まあ、オールジー面白いしね、トンボ面白いけど。まあ、デアラも面白いかな、で、つつみちーも面白いんですけど、まあ、こんな感じかな。で、まあ、笹恋をしてると、笹恋まあ一応は最後かな。これも、トンネをまあ別に後ろでいいかと、感じですね。で、トトカミもまあ、いい感じに VTuber の話とかもね、良かったし、イルキャもっと後ろかな。まあ、個人的にここでもいいか。ハニオオカミとこして、まあ、アイプリもこっちかな。まあ、微調整。で、展示好きもまあ面白かったけど、まあ、癒したアニメ枠と、いったところです。で、まあ、個人的にね、見たくないの、この、ヨザクラさんとか、怪獣八号とか、まあ、心二つとかね、あんまり好きじゃないんですよね。あと、なんだっけ、戦隊大四角か。これね、このあたりがね、もう好きじゃないっていう、まあ、個人のね、問題なんだけど、まあ、好きじゃないというところで、いいっすよ、と。で、まあ、だから、この三つが、まあ、最、カスに行ってなーって感じですね。で、鬼滅をこんなとこ入れてるんだって思われるかもしれないけど、まあ、原作知ってたら、ね、そんな鬼滅を正直、良くないでしょって感じはするんで、もう、ここぐらいかな。もう逆はっていうランクアップか。あれ、シーワットリーも正直ね、面白くないんでね。だからま、ここらへん。もう、時計ランプ良かったか。で、花の色を、まあ、したります。テナスはこんなとこにせた。ホアスはここで行くな。ヘナスバはまあ、イノスバはまあ、B でいいか。はい。ジモンスターも微妙だし、これ声優も微妙だしね。シャニマスも微妙だし。シャドーバース上げても20ライン。アンプリもまあ上げてもいいか。どうですか？皆さんも感覚からしたら。もうこれしく好きだろうとか、多分ね、あると思うんですけど、まあまあ、まあ、ざっぱり。は、自分でもう一回見返してみても、まあ、これかな。これもちょっと上かもしれない。いやー、まあ、とにかくここら辺なら、ヨザクヤと、戦隊大失格はなんかクオリティとかは高いけど、あんまり好きじゃないので、下ら辺を締めやすいね。で、まあ、上ら辺も積みやすい。あと、まあ、B、C とかは、まあ、好みの問題もあると思うんで、まあまあ、こんなとこかな、と思いますね。いや、まあ、そもそも、無事何作品見てる人っていうのは、ほぼほぼね、多分いけないと思うんで、まあまあ、参考程度でね、まあ、してもらって、まあ、特に自分がおすすめしたいのは、このハイスピーがね、おすすめしたいし、まあ、第7王子とか、じいさんばあさん、マクガエルとか、まあ、ヘンサラとか、まあ、そのあたりはね、まあ、好みもあるけど、まあ、楽しめますよ、というところとか、まあ、臨界とか、トトカミとか、いいの。まあ、臨界は熱いアニメで、まあ、トトカミは、まあ、ちょっとエッチな怪アニメというところで、まあ、臨界とトトカミあげてもいいかな。最近ね、この、鑑定スキンパッとしない感じがあるから、ちょっと触るかな、という感じで。異順、この、なんか、まあ、諸説ありますと言ったところで、あー、シー、ロー、サージ。ここで、に、シー、ロー、サージ。ベスト10で言うと、まあ、どんなもんかな。ラインナップ的にどうですか？皆さんの感覚。じいさん、ばあさん、高すぎかな。いいんでは、ダンジョンメッシーフも面白いし、トレクラも面白いしね。まあまあ、まあ、割とベスト10はこんなもんじゃないですか？まあ、第7王子と G さんがちょっと、諸説ありそうというか、いろんな意地ある人はね、いそうな感じではあるんですけど、で、まあ、最終回ね、まあ、迎えてないから、まあまあ、最終回とかでね、評価の覆るなんていうのももちろんね、ありますし、まあまあ、見てる人でね、まあ、好きな人とかももちろんいますから、まあ、いろんなに、評価があっていいとは思うんですけど、まあ、個人的な、まあまあ、回想ですよ、というところで。踏んでもらおうかな。
ボーキャドマって今ちょっと低いような気がするけど、個人的にはそんなに好きじゃないか、まあ、まあ、ファミアの応援とかがまあそんな気がするんで。もうちょっと自分に正直になるとするなら、モエアニメをちょっと上げがちになるというところで、評価覆してもいいんですけど、でもまあまあ、それが理由のまかんとは同じゃないですかね。まあちょっとスライム高いか。スライム高いか。トンボはまあ、ピーナス好きぐらいかな。ワンルームいっぱいかな。まあまあ、微調整しましたけど、まあ、トップ10で、10の DC、ジロー、18、20、月道丸のベスト20かな。ここも、まあ、割と硬い。まあ、ちょっと24は諸説あるという感じだけどね。そんな感じかな。はい、またね、まあ、いろいろコメントとか、意義ありの人は、まあ、申してもらってね。まあまあ、そういう意見もね、聞きますんで、まあ、いろいろな意見があっていいかなと思いますので、はい、まあ、参考程度に思っていただけたらと思いますし、まあ、ガルクラが一番面白いということなんで、まあ、ガルクラ皆さんね、見てない人、まあ、ほぼいないと思いますけど、ぜひ見てください。プラス、ハイスピードエトワールも面白いんで、ぜひ見てください。以上、春アニメの浄化のうざなしでした。バイバーイ。